フランツカフカ判決素晴らしく美しい春のある日曜日の午前のことだった若い商人のゲオルク・ベンデマンは2階にある彼の支室に座っていたその家はほとんど高さと壁の色とだけしか違わず川に沿って長い列を作って立ち並んでいる 屋根の低い、簡単な造りの家々のうちの一軒である彼はちょうど外国にいる幼友達に宛てた手紙を書き終えたばかりで遊び半分のようにゆっくりと封筒の封をしそれから机に肘をついたまま窓越しに川を眺め橋と朝緑に色づいている対岸の小高い丘とを眺めたこの「友達」というのが 故郷ででの暮らしに満足できず、すでに何年か前にロシアへ本格的に逃げ去っていたことを彼は考えていた今その友人はペテルスブルクで商売をやっているが最初はとても有望のようであったその商売もずっと前からすでに行き詰まっている様子でこちらへ帰ってくることもだんだんと稀になってきているがいつでもそれをこぼしていた異国の空の空下で、 で、顎や頬一面の異様なひげが子供の頃から見慣れた顔を何ともぶざまに覆っていた黄色な顔の皮膚の色は進行しつつある病気を暗示しているようであった彼の語るところによればかの地における同郷仲間ともしっくりいかないでかといってロシア人の家庭ともほとんどつきあいをしているわけでもなく 覚悟をを決めめたた独身生活を固めていいるととうことだったどうやら道に迷ってしまったらしいこんな男気の毒とは思うが助けてやることのできないこんな男に何を書いてやろうというのかまた故郷へ帰り生活をこちらへ移し昔の友人関係とよりを戻してそのためには実際障害は全然ないのださらには 友人たちの助力を信頼するようになどと忠告すべきだろうかだがそんなことは同時にいたわって書けば書くほど向こうの心を傷つける結果となり君のこれまでのすべての試みは失敗したのだもうそんなものから手を引くべきだ帰ってきてもう去ることのない帰京者としてすべての人々に驚きの目を見張らせて 甘んじていいなななければならないのだ友人たちだけはいくらか理解してくれよう。君は年取った子供なのだ。こちらにとどまって成功している友人たちに黙ってついていかなければならないのだ。と言ってやるのに等しい。ところで彼に加えられるに違いないそうした一切の苦しみは果たして本当に何かの役に立つものだろうか。 たぶん彼を帰郷させるなどということは決してできない相談なのだ俺にはもう故郷の事情はさっぱりわからない彼自身が言ったではないかそれで彼はどうあろうと異郷にとどまることだろう友人たちの忠告に不愉快な思いをし友人たちと一層疎遠になって ところがもし本当に忠告に従って帰郷し、郷里でもちろんこれはわざとそうするわけではないが、さまざまな事実によって抑圧され、友人たちがいなくてもしっくりした気持ちにはなれず、地辱の思いに悩み、今度は本当に故郷も友人もいないということにでもなれば、今のまま異教にとどまる方が彼のためにずっと良いのではなかろうか。 こうした事情の下で彼が故郷で本当に身を立てるなどと一体考えることができるであろうかこうした理由からたとえ手紙のつながりをなおもきちんと続けようと思ってもどんなに離れている知人たちにもはばかることなく書き送るような本当の意味の通信をすることはできなかったその友人はすでにこれで3年以上も故郷へ来たことはなく 帰らないののののはロシアの政治情勢の不安定のためにどうしてもやむを得ぬことだと説明していたそこでの政常不安は10万にも及ぶロシア人が平気で世界を歩き回っているのにつまらない一商人のほんのしばらくの外国旅行さえも許さないということであったところでこの3年の間にはまさにゲオルクにとって多くの変化が起こっていた。 およそ2年前にゲオルクの母の死去ということがありそれ以来ゲオルクは父と共同生活をしていたがそのことは友人も確かに聞かされて一通の手紙にそっけない表現で悔やみを述べてきたがそんな調子で書いた理由はおそらくこんな出来事の悲しみは異教にあっては全く想像し難いものだというところにあったのであろうところでゲオルクは その時以来他の全てのことと同じように自分の商売にもかなりな決意を持って立ち向かっていたおそらく母の生前は父が商売において自分の考えを通そうとしてゲオルクの本当の独自の活動を妨げていたのであったおそらく父は母の死後相変わらず商売で働いてはいたものの前よりは控えめになりまたおそらくは 極めてありうべきことであったがさまざまな幸運な偶然がもっと重大な役割を演じたのだったともかく商売はこの2年間の間に全く思いもかけぬくらいに発展していた社員の数は2倍にしないではいられなかったし売り上げは5倍にもなり今後一層の発展も疑いなく予想できるのだったところが例の友人は こうしたた。変化を全然知らなかった前におそらく一番近くは例の悔やみ状においてであったがゲオルクにロシアへ移住するように説き伏せようとし他ならぬゲオルクの商店の視点がペテルスブルグにあるとした時の見通しをこまごまと述べてきた彼の述べている数字はゲオルクの商売がその頃占めていた規模に比べると全く影の薄いようなわずかのものだった。 しかしゲオルクは自分の商売の成果について友人に書いてやる気にはなれなかったそんなことを書けば後になった今では本当に奇妙なふうに見えたことであろうそこでゲオルクは友人にはただいつも意味のない出来事だけを書いてやるにとどめていた静かな日曜日に思い巡らすと 記憶のうちにとりとめなく積み重なっていくような出来事だけを書いてやったのだった彼はただ友人が長い間隔を置いて故郷の町についてきっと思い描いているに違いないようなそしてそれで満足しているに違いないような想像を乱さないでおこうと努めたそれでゲオルクがやったことといえば一人の何でもない男と一人の 同じように何でもない娘との婚約を、友人にかなり間を置いた手紙で三度知らせてやったことであるがつまらない話といってもやがて友人はゲオルクの意図に全く反してこの出来事に興味を抱き始めたのだっただがゲオルクは自分が1ヶ月前にフリーダ・ブランデンフェルトという金持ちの家庭の娘と婚約したということを打ち明けるよりも 以上のようなつまらない話を書く方がずっと良かった。彼は婚約者としばしばこの友人のことを話し、また自分とこの友人との間に交わされている特別な文通関係についても話した。それじゃあその方は私たちの結婚式にはとても来てはくださらないわね」と彼女は言った。でも私はあなたのお友達の誰とでも。 お知り合いになる権利はあるんだけれど僕はあの男の迷惑になりたくないんだとゲオルクは答えた僕の言うことをよく分かってくれたまえ。あの男は言ってやればきっと来るさ少なくとも僕はそう信じているでももしそんなことを言ってやればあれは無理強いされ傷つけられた感じがするだろう おそらく僕のことをうらやましいと思いきっと不満を感じしかもその不満を決して消し去ることもできないままにとりぼっちでロシアへ帰っていくことになるだろうとりぼっちそれがどんなことか君にはわかるかいえわかるわそれなら他の方法で私たちの結婚のことを知ってもらえないかしら そういういやり方がいけないとは僕も言わないよでもあの男の生き方から言うととてもできそうにもないなゲオルク、あなたにそんなお友達がいらっしゃるならあなたは婚約なんかなさらなければよかったんだわそうだ婚約したのは僕たち2人の責任だでも今となってはもう婚約を解消する気はないな そして彼の接吻を浴びながら女が息を弾ませてでも本当のことを言うと私その人のことが気になった仕方がないわと言った時友人に一切を知らせてやることはそれほど危なかしいことでもないと本当に考えた彼はありのままの僕をそのまま受け入れてくれなければいけないのだ今の僕よりも おそらくは彼との友情にふさわしいかもしれない人間を僕は自分の中から切り捨てることはできないと自分に言って聞かせたそして事実彼はこの日曜日の午前に書いた長い手紙の中で成立した婚約のことを次のような言葉で知らせてやることにした最大のニュースのことを僕は最後まで取っておいた僕は フリーダ・ブランデンフェルトという娘と婚約したこの人は金持ちの家庭の娘だその家庭は君がここから去ってからずっと後になって当地に住むことになったのだだから君はこの家のことはほとんど知っていないはずだ僕の婚約者についてもっと詳しいことを知らせる機会はあるだろう今日のところは僕が本当に幸福であり 僕たち同士の間柄では君が僕のうちに今ではごくありふれた友人を持つばかりでなく幸福な友人を持つことになるということだけの違いしかないのだということで満足してくれたまえさらに君は僕の婚約者のうちに一人の誠実な女友達を持つことになるのだそれは君のような独身者にとっては決して無意味なことではない 彼女は君に心からよろしくと言っているし近く君に手紙を書くだろう君は僕たちを訪ねてくれることにいろいろ妨げがあることは僕も知っているしかし僕の結婚式はあらゆる障害を一気に打ち破る絶好のチャンスではないだろうかだがそれはどうあろうともどんなコリもなくただ君の本心に従って行動してくれたまえ この手紙を手にしてゲオルクは顔を窓に向けたまま長い間机に座っていた通りすがりに横丁から会釈し,した一人の知人に対しても彼は放心したような微笑でやっと答えただけだったやがて彼はその手紙をポケットに入れ部屋を出ると小さな廊下を通って父の部屋へ行った「もう何ヶ月の間」 彼はその部屋へ行っったた。ことがなかったまたその必要も全然なかったのだったというのは彼は父とはいつでも店で出会っていたのだ2人はある食堂で昼食を同時にとるのだった晩は2人とも好きなような行動をするのではあったがその後ではなおしばらく共同の居間に座ってめいめいが新聞を読んで過ごしたもっとも ゲオルクが友人たちと一緒にいることやこの頃では婚約者が彼を訪ねることが一番多いのではあったこんな晴れ渡った午前でさえ父の部屋が真っ暗であることにゲオルクは驚いた狭い中庭の向こうにそびえている壁はそれほどの影を投げていた父は亡くなった母のさまざまな思い出の品に飾られている部屋の片隅の窓辺に座り いくらか衰えてしまった視力の弱さを補おうとして新聞を目の前に斜めに構えて読んでいた机の上には朝食の残りが載っていたがその朝食は大して手がつけられていないように見えた「ああ、ゲオルクか!」と父は言ってすぐ彼の方に歩み寄ってきた重たげな寝巻きが歩く時にはだけて裾がひらひらした 親父は相変わらず大男だなとゲオルクは思ったここは全くかなわないほど暗いですねと彼は言ったそうだもう暗くなったと父は答えた窓も閉めてしまったんですねわしはその方がいいんだ外は本当に暖かですよ と、ゲオロクは前の言葉に付け足すように言って椅子に座った父は朝食の食器を片付けそれを箱の上に乗せた実はお父さんにお話があるんですと老婦の動きをぼんやりと目で追いながらゲオロクは言葉を続けたやはりペテルスブルクへ僕の婚約のことを知らせてやることにしました 彼は手紙をポケットから少し引き出したが、またポケットへ落とした。ベテルスブロクへだってと父が聞いた。僕の友人へです。とゲオルクはいい、父の目をうかがった。親父は店ではこんなじゃないんだが、ここではどっしり座って両腕を胸の上で組んだりしている。とゲオルクは思った。 おおお前の友人へね父は言葉に力を込めて言ったお父さんもご存じのように僕は婚約のことをじめは黙っていようと思ったのです心遣いからでその他の理由なんかありませんご存じでしょうあの男は気難しい人間ですからあの男の孤独な生き方から言ってほとんどありそうもないことではありますが 他のところから僕のの婚約のこととを知るかもしれないと僕は考えましたそれは僕にはどうにもなりませんものでも僕自身からはあの男に決して知らせまいと思ったのですそれで今はまた考えを変えたというのかと父は聞き大きな新聞を窓辺りに置きその上にメガネを置くと 片手でそれを覆った。そうです今はまた考えが変わったのですあの男が僕の親友なら僕の幸福な婚約はあの男にとっても幸福であるはずだと僕は思いましたそれで僕は知らせてやることをもうためらわなくなりましたでもその手紙をポストへ入れる前に父さんに言っておこうと思ったのですゲオルク と父は言って、歯のない口を平たくした。いいか。お前はこのことでわしに相談するためにわしのところへ来た。それは確かにいいことだ。だが、今わしに本当のことを洗いざらい言わないなら何にもなれしない。何にもならぬというよりも、もっといけないことだ。 わしは今の問題に関係のないことを蒸し返すつもりはない。だが、お母さんが死んでからいろいろと嫌なことが起こった。おそらくそういうことが起こるときが来たのかもしれないし、わしらが考えているのよりも早くそのときが来ているのかもしれない。商売でもいろいろなことがわしにはわからないままになっている。 おそらくわしにかくしてあるのではあるまい。わしにかくしてあるなんて、わしは全然思いたくないからな。わしはもう、元気がなくなったんだろう。き憶くりょくもとろえたからな。わしはもう、たくさんのことを全部見ている力かない。ひとつには、年という自然の結果だし。もうひとつには、 お母さんの死んだことが、お前よりもわしに強い打撃を与えたからだ。それはともかく今の問題。つまりその手紙のことだが。ゲオルク、わしをだまさないでくれ。ほんのちょっとしたことだし、息をつくほどのことでもないじゃないか。だからわしをだまさないでくれ。一体その、 ペテルスルスブクのの友達というのは本当にいるのかねゲオルクは当惑して立ち上がった僕の友人たちのことなんか放っておきましょうよ1000人の友人だってお父さんには変えられません僕の信じていることがお父さんには分かりますかお父さんは自分の体をいたわらなさすぎますでも年を取れば体をいたわる権利があるというものです お父さんは僕の商売に欠かすことのできない人ですそれはお父さんだってよくご存じのはずですよねもし商売がお父さんの健康を損ねるというのなら商売なんか明日にでも永久にやめますよそんなことはいけませんそれならお父さんのために別な生き方を始めましょう根本から違った生き方をするのですお父さんはこんな暗いところに座っていらっしゃる ところが居間にいらっしゃれば明るい光を浴びることができるじゃありませんかきちんと食事を上がって体に力をつける代わりに朝食もちょっぴり上がるだけです窓を閉めきっていらっしゃるけど外の空気が体にいいに決まっているじゃありませんかいけませんお父さんお医者を連れてきてその指図に従おうじゃありませんか部屋も取り替えましょう お父さんが表の部屋へ行き僕がこっちへ来ますお父さんには少しも模様替えなんか必要ありませんみんな向こうへ持って行きますでもそうしたことをやるまでにはまだ間があります今は少しベッドに寝てくださいお父さんには絶対に休息が必要ですさあ着物を脱ぐのを手伝いましょういいですか僕にもそんなことはできますとも それともすぐ表の部屋へ行きますかそれならしばらく僕のベッドに寝てくださいともかくそれが利口なやり方というものでしょうゲオルクは父のすぐそばに立った父はもつれた白髪の頭を深くうなだれていたゲオルクと父は低い声で感動もなく言ったゲオルクはすぐ父と並んでひざまずいた 彼は父の疲れた顔の中で、瞳孔が大きく見開かれ、目尻から自分に向けられているのを見た。お前にはペテルスブルクの友達なんかいないんだ。お前はいつもふざけてばかりいたが、わしに対しても悪ふざけを控えたことがなかった。お前がペテルスブルクなんかに友達を持っているわけがあるものか。 そんなことは全然信じられないぞもう一度よく考えてくださいお父さんとゲオルクは言って父を椅子から起こし父が全く力なく立ち上がった時寝巻きを脱がせたこれで間もなく3年になりますが僕の友人はうちを訪ねてきたのですよお父さんがあの男をあまり好いていなかったことはまだ覚えています少なくとも2度 僕はあの男の来ていることをお父さんに隠しました実はあの男が僕の部屋にいたのでしたが僕にはお父さんがあの男を嫌う気持ちがよくわかりましたあの男には色い々ろいろ妙なところがありますからねでもやがてお父さんは彼と全く打ち解けて話し合っていましたお父さんがあの男の言うことに耳を傾け うなずいたり質問していることを僕はとても誇りにしたのでした。よく考えてみれば思い出すはずです。あの男はその時ロシア革命の途方もない話をしました。例えばキエフへ商用旅行で行ったとき、騒動の最中に一人の新婦がバルコンに立っているのを見たということ。その新婦は手のひらを切って大きな地の十字架を描き。 その手を挙げてて群衆に呼びかけていたというじゃありませんかお父さん自身がこの話をあちこちで繰り返し聞かせていましたよこうしているうちにゲオルクはうまく父をまた椅子に座らせリンネルのパンツの上に履いているトリコットのズボン下も靴下も注意深く脱がせたあまりきれいではない下着を眺めて 彼は父のことをかまわないでおいた自分をとがめた確かに父の下着の着替えに気を配ることも彼の義務であったろう父の将来をどうしようとするのか彼は婚約者とはまだはっきり話し合ったことはなかったしかし彼らは暗黙のうちに父は元の住まいに一人残るものと決めていたのだっただが今は父を 自分の未来の家庭へ引き取ろうとはっきりと急に決心したよく考えてみれば新しい家庭に父を引き取り世話をするという考えはあまりに遅く思い浮かんだようにさえ思われるのだった両腕で父を抱えてベッドに運んだベッドへ23歩向かいながら父が胸の上の時計の鎖をもてあそんでいるのを見た時 恐ろしい感じが襲ってきた彼は父をすぐベッドへ寝かすことができなかったそれほどしっかりと父はこの時計の鎖をつかんでいるのだったしかし父がベッドに寝るやいなや万事うまく片づいたように思われた彼は自分で布団にくるまり掛け布団だけをさらに肩のずっと上までかけた父は それほど不愛想そうにでもなく彼を仰ぎ見た「ねえもうあの友人のことを思い出したでしょ?」とゲオルクは聞き父に向かって元気づけるようにうなずいてみせたよくと父は聞いた両足に十分かかっているかどうか自分では見ることができないようであった ベッドに入ったらもう良い気分でしょとゲオルクは言い父にかかっている布団を直してやったうまくかかかっているかね父はもう一度聞いて返事に特別気を使っているようであった静かになさい。うままくかかっていますよ。嘘だと 自分の問いに対する返事が終わるか終わらないうちに父は叫びと自分の問いに対する返事が終わるか終わらないうちに父は叫び力いっぱい布団をはれのけたので布団は一瞬飛びながらパッと広がった父はベッドの上にまっすぐ立ったただ片手だけは軽く天井に当てていたお前はわしに布団をかけようとした。 いいか、そんなことはわしにはわかっているんだぞ。だが、わしはまだ布団なんかかけてもらっていないぞ。これがわしのギリギリの力だとしても、お前なんか相手には十分だ。お前には十分すぎるくらいだ。お前の友達のことはよく知っている。あの男は、 わしの心にかなった息子と言えるくらいだ。だからお前はあの男も長年だましてきたのだ。他にどんな理由があるわしが彼のために泣いたことはないとでもお前は思うのかだからお前は自分の事務室に閉じこもったりするのだ。誰も入ってはいけない。 社長は仕事中というわけだ。それもただお前がロシア宛ての偽手紙を書くことができるためなのだ。だがありがたいことに、誰も息子の了見を見抜きなさいなどとは父親に向かって言いはしない。今ではお前はわしを押さえつけたと思っている。 完全に押さえつけたので、父親を尻の下に敷くことができるし父親は動けないと思っているそれでお前さんは結婚する決心をしたのだゲオルクは父の恐ろしい姿を見上げた父が突然よく知っていると言ったペテルスブルクの友人のことが今までにないほど彼の心を打った彼はその友人が、 広いロシアで痛手を受けている様子を思い浮かべた略奪された空っぽの店の戸口に立っているのを見た商品棚の残骸の間めちゃめちゃにされた品物の間垂れ下がったガス灯の腕着の間に友人はまだ佇たずんでいる何だってそんなに遠くまで去っていかなければならなかったのだろうわしをよく見ろ 父は叫んだ。ゲオルクはほとんどぼう然としたままあらゆるものをつかむためベッドへ走っていこうとしただが途中で足が止まってしまったあのいやらしい娘がスカートをあげたからだと父はヒューヒュー音が漏れる声でしゃべり始めたあいつがスカートをこうやってあげたからだ そしてその様子をやってみせようとして下着を託し上げたので父の太ももには戦争の時に受けた傷跡が見えたあいつがスカートをこうやってこうやってあげたからだそれでお前はあいつに引き寄せられてしまったのだあの女と水いらずで楽しむためにお前は かかあささんんののいいでをををききつけ、けけききだだだ。ううり、よにへしが動けるか動けないか、がるな父は完全に自由に立ち足をバタバタさせた自分の目が高いことを誇って顔を輝かせていた ゲオロクは父からできるだけ離れて部屋の片隅に立っていたずっと前に回り道などして背後や上から襲われるようなことがないように全てを完全にはっきり見極めようと固く決心していたのだったずっと前から忘れていたその決心を思い出したが短い糸を針穴に通すようにまた忘れてしまっただがお前の友達は お前に裏切ら,られたわけではないぞ」と父は叫び、人差し指を左右に動かしてそれを強調した。わしはこの町での彼の代理人だったのだ。悲劇役者」とゲオルクは叫ばないではいられなかったが、すぐにそのそんなことを悟って、もう遅すぎたが両目をじっと据えたまま舌を噛んだ。 それで彼は痛みのために体が曲がるほどだったそうだもちろんわしは喜劇を演じたのさ喜劇いい言葉だ他にどんな慰めがわしという年老いた男やもめの父親にあるだろうか言ってくれお前が答える瞬間だけはお前はまだわしの生きている息子というわけだ 奥のへやにとじこめられ、ふじつなしようにんどもにおいはらわれ、ほねまでおいぼれたこのおれに、なにがのこされているというのだ。むすこのほうはかんせいをあげながらよのなかをわたり、わしがこれまでにしあげたみせをやめてしまい、おもしろがってわらいこけ、しんしぶったむくちなかおつきをして、ちちおやからにげさってしまうというのだ。 わしがお前を愛さなかったと思うのかお前の実の父親であるこのわしが今度は親父は体を前にかがめてしまうだろうとゲオルクは思ったもし親父が倒れ砕けてしまったらこの言葉が彼の頭の中をかすめ過ぎた 父は体を前にかがめたが倒れはしなかったゲオルクは父が期待したように近づかなかったので父はまた体を起こしたそのままそこにいるがいいわしはお前なんかいらないさお前にはまだここまでやってくる力があるとお前は思っているんだそれなのにお前はよっても来ないそうしたいと思うからだ 思い違いしないでくれよ。わしはまだまだお前よりずっと強いんだぞ。ああ、おそらく俺の方がお前に譲歩すべきだったのかもしれない。ところが、お母さんが自分の力をわしに与えてくれたのだ。お前の友達と俺は心から結ばれているし、お前の顧客の名前は、 このポケットの中に入っているんだぞシャツにさえポケットをつけているとゲオルクは自分に言い聞かせたそれを言いふらしたら親父を世間に顔向けできぬようにしてやることができるんだと彼は思ったそう思ったのもほんの一瞬だったというのは彼は後から後から何でも忘れてしまうのだった お前の婚約者にしがみついていればいい。さあ、わしに立ち向かってみろ。わしはあの女をお前のそばから払いのけてやるぞ。どうやって払いのけるのか、お前にはわかるまい。ゲオルクはそんなことは信じないというようにしかめつらをした。自分の言うことが本当だと誓うように、ゲオルクがいる部屋の隅の方にうなずいてみせた。 今日もお前がやってきて、お前の友達に婚約のことを書いてやったものだろうかと聞いたとき、わしは愉快だったよ。あの男は何でも知っているんだ。バカめ、何でも知っているんだぞ。お前がわしからヒッキングを取り上げたことを忘れたものだから、わしがあの男に手紙を書いてやったんだ。 だからおまえのともだちはなんねんもまえからこっちへこないのだ。おまえじしんよりあのおとこのほうがなんでも百倍ばいもよくしっているんだ。おまえのてがみはよまないでひだりてのなかでくちゃくちゃにしてしまいわしのてがみのほうはみぎてにもってよむためにめのまえにひろげるというくらいだ。 父は激したあまり腕を頭上で振った「あの男は何でも千倍もよく知っているんだぞ!」と彼は叫んだ「万倍もでしょうよ!と」とゲオルクは父をあざけるために言ったしかしまだ口の中にあるうちにその言葉は広く真剣な響きを帯びた「何年も前から おえがこののをを、ててやってくるのをわしはちっと待ち構えていたのだ。わしが何か他のことに心をわずらわしていたとでも思うのかわしが新聞を読んでいるとでも思っているのかそれ見てみろそう言ってゲオルクに新聞を投げてよこした父はその新聞をどうやってかベッドの中にまで持ち運んでいたのだった フル新聞でゲオルクが全然知らない社名のものだったお前は一人前になるまでに何て長い間ぐずぐずしていたんだろうお母さんは死ぬことによって喜びの日を味わうことができなかったお前の友達はロシアで身を滅ぼし3年も前にすっかり零落し果ててしまった そしてこのわしはわしがどういうありさまかはお前にも見えるはずだそのために目があるはずだお父さんは僕の隙を狙っていたんですねとゲオルクは叫んだ同情を込めたように父はつぶやいたそれをお前は おそらくもっと前に言いたかったんだろう、でも今ではもうどうにも遅いよそれから父は声を高めたこれでお前にもお前のほかに何があるのか分かったろこれまでお前は自分のことしか知らなかったのだ。 お前は本当に無邪気な子供だったがそれよりも正体は悪魔のような人間だったのだだからわしの言うことを聞けわしは今お前に敵視するように宣告する行禄は部屋から追い出されるように感じた彼の背後で父が。 ベッドの上にバタリと倒れる音が走り去る彼の耳に聞こえ続けていた階段をまるで斜面を滑るように駆け下りていったが部屋を夜の支度のために片付けようとして階段を上がってくる女中にぶつかったまあなんということをと女中は叫びエプロンで顔を隠したしかし彼はもう走り去っていた門から飛び出し 線路を越えて川の方へ引き寄せられていったまるで飢えた人間が食べ物をしっかりとつかむように彼は橋の欄干をしっかりと握っていた彼はひらりと身を翻した彼は優れた体操選手で少年時代は両親の自慢の種になっていただんだん力が抜けていく手でまだ欄干をしっかり握って 欄の鉄棒の間からバスをうかがっていたバスは彼が落ちる物音を容易に消してくれるだろうそれから低い声で言った「お父さんお母さん僕はあなた方を愛していたんですよ」 そして手を離して落ちていった。その瞬間に橋の上を本当に限りない車の列が通り過ぎていた。